皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は、あの国のインターネットスマホ事情について解説していくぜ。あの国って？朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮だ。ああ、ちょくちょくニュースで目にするわね。ミサイルがどうたら、拉致がどうたらって、いろいろと忙しそうな国よね。でも、北朝鮮の人がインターネットを利用してるイメージってないわ。生活も苦しいらしいし、ネットやスマホに触れてる暇なんてなさそうだけど。まあ、それが一般的な考えだろうな。だがな、北朝鮮にもインターネット環境はある。ここ最近になってようやく導入されたんだ。あら意外ね。当然、国民全員が使えるんでしょ？残念だが違う。インターネットの利用が認められてるのは、ごく一部のエリート層だけだ。大勢の国民はイントラネットの使用を強いられてる。イントラネット？初めて聞くわね。イントラネットってのは、一部のエリアだけで利用されてるネット回線のことだ。イントラネットは直訳すると内部ネットワークになる。簡単に言うと、会社でしか使えない社内ネットワークみたいな感じだ。なるほど。閉ざされたインターネットって感じね。このイントラネットであっても、国で提供している出前サービスやオンラインショッピング、専用のブラウザで調べ物が楽しめるんだ。だがデメリットも複数ある。デメリットって？5つ目は、アクセス制限があることだ。日本でも、年齢の低い子供にインターネットを使わせるときには、フィルタリングで一部のサイトの閲覧を防止してるよな。ああ、あるわね。過去に私も親に勝手に設定されてなんとか解除しようと四苦八苦してたわ。それと似たような感じで、北朝鮮は都合の悪い情報に多くの国民がアクセスできないように対策をとってる。特に、韓国に関するニュースには厳しい規制がかかっている。それと、Google にもアクセスできないし、海外のアプリをインストールしたいと思っても、配布してるサイトにさえアクセスできない。だから、ユーザーが触れることができるサイトは、北朝鮮政府が認めたものに限られる。アプリも、国内で作ったもの以外にインストールできないんだぜ。なるほどね。二つ目は、一般的な SNS が利用できないことだ。SNS には世界中のユーザーが集まってるが、それは皆がインターネットという共通の回線を利用しているからだ。だが、さっき言ったように、一部の超エリート層を除く多くの北朝鮮国民は、イントラネットの使用を強要されている。じゃあ Twitter や Facebook とかの SNS を楽しむことは不可能ね。そういうことだ。なんか嫌な感じね。見たいものもろくに見れない。好きなアーティストや芸能人のつぶやきも覗けないだなんて。私たちからすればそうだよな。ただ、初めからイントラネットを利用してる人からすれば、特段不便だと感じないらしい。こんなもんだろって思ってるのかもしれないな。それにしても、北朝鮮はなんでそんな不便なもんを使わせてんの？まあ、多くの人にインターネットを与えた結果、国にとって不都合な情報をツイッターとかにぶちまけられて、海外からの評価が最悪なことに、的な感じにならないように必死なんだろうよ。ふん。とにかく、一応ネット環境はあるってことは分かったわ。だったらスマホはちゃんと普及してるんでしょ？もちろんだ。現在では、北朝鮮の全人口である2500万人に対して、だいたい600万人がスマホを持ってると言われてる。人口のおよそ4分の1かしら？意外と多いわね。ああ、中でも、北朝鮮の都市平壌に住む人の多くがスマホを持ってるらしいぜ。ただ、北朝鮮の人が持ち歩いてるのは北朝鮮で製造されたスマホだ。どうして？みんな愛国心が強いのかしら？それは知らんが、今の北朝鮮はアメリカから、海外製品の輸入に関する制限をかけられてるんだ。制限対象は様々だが、その中にスマホやスマホを作るためのパーツも含まれている。だから、スマホの製造は国内でやらなきゃいけない。実は中国とかが手助けをしてるらしいが、それでも大部分の作業は国内でやっているんだぜ。うへぇ、大変ね。そんで、そんなスマホの製造を手掛けているのは、主にアリラン・ピョンヤンという二つのメーカーだ。その中でも、アリランは北朝鮮で初めてスマホを製造されたと言われるメーカーだ。今から7年前の2013年に初めてスマホを発表したんだ。ただ、使い勝手は悪かったらしいぜ。何か動かすたびにフリーズしたそうだ。まあ、7年前のスマホだししょうがないわね。だが、今は改良を重ねてそこそこ使いやすい。スマホを製造して提供しているとのことだ。そんで、いつ頃かはわからないが、平壌もスマホを製造した。平壌のスマホの OS は Android を、デザインはイクコネをベースに作ったと言われてる。それと、イントラネットを楽しむための、ブラウザと辞典アプリは初めから入ってるぜ。やっぱりみんなイクコネに憧れているのね。そんで、このスマホを宣伝するときには、辞書アプリがついてくることをタケルプッシュしたんだ。すると、たくさんの人から絶賛されたんだぜ。なんて便利なんだって感じでな。ええ。それと2017年頃に、アリランでも平壌でもない北朝鮮の会社が、
チンダルレさんというスマートフォンを製造したんだ。詳細はわからないが、北朝鮮のスマホユーザーから意見を聞いて、スペックや安全性を向上させたスマホらしい。だが、このスマホには問題があった。問題って？アプリのアイコンや画面の構成が、イプホネとよく似ているんだ。会社は、すべて自社のオリジナルだって主張してるがな。ただ、見比べるとそっくりであることがわかるし、真似したとしか思えない出来になってるぜ。なんでパクったのかしら？その理由は、キム・ジョンウン氏がアップへ製品を好んでいることが関係してるらしい。実際に、ある飛行機内で撮られた写真には椅子に座る正しめぐみ氏が写ってるんだが、彼が使用してる机の上にはアップへのパソコンが置いてある。その他にも、彼が日頃からイプホネを使用していることがわかってる。これら3つが、彼がアップへを好んでいると言われる理由だ。じゃあ、チンダルレさんは将軍様の希望に合わせて製造した可能性が高いってこと？そういうことだな。仮に、聖めぐみ氏方の会社の製品を好んでれば、それに似た製品が作られてたかもしれないな。というか、輸入制限がかかってるなら、将軍様とはいえアップル製品は使えないと思うんだけど。まあ密輸入なんだろうけど、その辺はわからないぜ。真相は闇の中ってやつだな。ところで霊夢、これらのスマホには、ある共通点と噂があるんだが、なんだかわかるか？共通点と噂？わからないわね。共通点は、キム・ジョンイル氏、キム・ジョンウン氏といった国の代表者の名前を入力すると、その名前は必ず太字になることだ。こういったシステムはなかなか見られないぜ。指導者を崇拝しなければならないっていう、北朝鮮政府の考えがしっかりと反映されていることがわかるな。なるほどね。それで噂ってのは？それはだな、盗聴機能が入ってる可能性があることだ。え、盗聴？もちろん、利用者が誰かを盗聴するための機能ではない。北朝鮮の政府が、利用者の話し声を聞き取るための機能だ。国外に逃げた北朝鮮の人によると、北朝鮮のスマホで通話をするとたまにノイズが混入するらしい。その現象は盗聴の動かぬ証拠と考えているようだぜ。だから、北朝鮮にいた時は怖くて通話ができなかったそうだ。単純にスマホの性能が低いだけのような気がするけど、北朝鮮自家製のスマホということを考えれば、そういう可能性もなきにしもあらずね。そういうことだ。あくまで噂に過ぎないぜ。ちなみに、北朝鮮のスマホの値段は日本円で安くて1万円、高くて7万円だ。あら、意外と安いわね。日本人の目からすればな。だが、北朝鮮の人の月収は日本円で6000円程度だ。この金額は平均だから、実際はこれ以上に低い人もわんさかいると思うぜ。北朝鮮ではスマホは超高級品なのね。ああ、一番安いスマホの値段でさえも平均的な月収を上回ってるし、7万円なんてとても手が出せないぜ。なんせ、7万円あれば北朝鮮の田舎に家を一軒建てられるんだからな。スマホ1台が家と同じ価値って、購入するだけでも大変ね。だから、多くの人は中古のスマホを購入してるぜ。スペックや操作性は最悪でも、それは諦めるしかないわね。そんなわけだから、高額なスマホを買えるのはごく一部の富裕層だけだ。ただし、中には自分の家を売ってでも最高額のスマホを買う人もいるらしい。そこまでして買う意味ある？北朝鮮では、スマホは富の象徴として知られてるんだ。だから、すごい人と思われるために、無理をしてでもスマホを買う人も出てくる。寝る場所や食べるものに困っても、日頃から口にしてた嗜好品をやめざるを得なくなってもな。なんだか悲しくなってくるわね。スマホじゃ雨風はしのげないしお腹は膨れないのに。ほんとだよな。まあ、そこんところは私たちがあれこれ言っても仕方ないぜ。ちなみに、スマホの所持率は都市部で偏ってて、田舎に住む人でスマホを持つ人はほとんどいない。というか、スマホの存在を知らない人も少なくないぜ。それマジ？本当だぜ。都市部ではスマホ決済が推進されている一方で、ごく一部の田舎では欲しいものを手に入れるために今なお物々交換をしてるんだ。何それ、田舎と都市の格差エグすぎない？全くだぜ。もしかしたら政府はあえて格差を広げることで、都市部に住む国民に優越感を持たせて、圧政に苦しむ人々の不満をそらせよう、みたいなことを考えてるのかもしれないな。ところでマリサ、気になったことがあるんだけど。なんだ？北朝鮮の人はイントラネットを使ってるのよね？それじゃあ、海外から足を運んだ人にもイントラネットを使わせてるの？というか、そもそもの話スマホって持ち込めるの？少し前まではスマホの持ち込みは禁止されてた。だが、ここ最近になってから規制が緩和されて持ち込めるようになった。外国人向けに SIM カードが2万円ほどで販売されていて、Google や Twitter にアクセスすることもできるぜ。ただ、ホワイトハウスのホームページにはアクセスできなかったそうだが。2万円ってなかなかお高いわね。それと、スマホをそっくりそのまま持ち込めるわけじゃない。まずは、スマホの中身を税関でチェックされる。
中に北朝鮮や金正恩氏とかをバカにする写真や動画が入ってなければ OK が出る。もし入ってたら大変なことになりそうね。で、OK が出たスマホに空港で販売してる SIM カードを差し込むことで、ようやく北朝鮮国内でスマホが使えるようになるんだぜ。そのスマホでは認められた場所に限り、北朝鮮内の写真を撮ることができるし、北朝鮮製のスマホと違って Google や YouTube が利用できる。ただし、韓国に関するニュースの閲覧や、韓国が作ったアプリカカオトークの利用は不可能だ。一部制限はあるとはいえ、案外自由なのね。そうだな。最後にもう一点。独自の回線、独自のスマホの他にもう一つ独自の何かがある。霊夢、わかるか？独自の回線、独自のスマホってことは、独自に開発した OS とかあってもおかしくない感じがするわ。お、鋭いな。OS とはオペレーティングシステムの略だ。Windows とか iOS とか Android などのように、端末を管理制御するシステムのことだ。霊夢の言う通り、北朝鮮にはオリジナルの OS がある。その名もレドスター OS だ。それじゃあ最後にレドスター OS について紹介するぜ。この OS は、2006年頃から北朝鮮内で開発が進められてたとされる OS だ。この OS の情報を国外に流すことは固く禁じられてたんだぜ。ふむふむ。そんな OS だが、2010年頃にとある留学生が、バージョン 2.0 を海外に持ち出したことで世界中から認知されるようになった。画面は Windows XP によく似てるぜ。流出するの早くて草。そんで、流出事件から3年後の2013年にバージョン 3.0 が配信された。画面は一昔前の Mac にそっくりだ。Windows から Mac に急転換したのね。ああ、急に Mac に似せたのは、Apple 大好きの聖恵氏への忖度なのか、はたまた別の理由があるのか。とにかく、このバージョンには、カレンダー、電話帳、電卓といった、基本的なものや、簡単なゲームアプリとかも入ってるし、壁紙の数もそこそこある。結構使えそうね。それと、安全性と性能の高さ、セキュリティのレベルの高さを、アピールする文章もしっかりと書かれてるぜ。ただな、この OS に特定のリンクを開かせるだけで、リモートアクセスができるようになることが発覚してる。ツッコミどころ満載ね。結局スマホと同じで政府に監視されているのね。ああ、ユーザーを監視するソフトウェアも組み込まれてることもわかってる。このソフトウェアは、ユーザーがパソコンを操作してる時に、自動的にスクリーンショットを撮ったり、ユーザーの検索履歴を遡ったりするんだ。それから、それらをチェックし記録して、その中に北朝鮮にとって都合が悪いものが含まれてた場合は、個人を特定してパソコンを没収するらしい。プライバシーもあったもんじゃないわね。いいことを教えてやろう。レドスター OS は誰かが勝手にネット上にアップロードしてくれたおかげで、簡単に入手することができるぜ。興味本位で手を出した人によると、この OS を利用しつつインターネットに接続するには LAN ケーブルが必須であり、両つべに投稿された動画は再生できないとのことだ。さらに、この OS を入れた状態でウイルスバスターを入れようとすると、エラーを起こしてパソコンが自動で再起動するという珍事態も起こったらしいぜ。ネタとしては面白いかも。まあ、試すときは自己責任でよろしくな。以上で、北朝鮮のネットスマホ事情についての説明を終えるぜ。なんというか、スマホとか OS とかを見てるだけでも、北朝鮮の内情がひしひしと伝わってくるわね。ただ、北朝鮮でもスマホが普及してて、結構な人に利用されてるだなんてかなり意外だったわ。ああ、拙いながらもちゃんと時代に追いつこうとしてるのはけなげだよな。これから、北朝鮮がどんな風な動きを見せるのか楽しみだぜ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。